Come on. Direct. Kind trainer. Kind character reveal. 空の桜井正弘です。こんにちは。正弘。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル発売前の最後のダイレクトを始めます。ファイターは今までなんと72種類。ポケモントレーナーを3体としたら74種類もの紹介をしています。スタッフ一同頑張りました。そしてこれから行う最後の紹介でいよいよ全員となります。では参ります。 Yes! Show us care! Here it's come to, here it's come to bitter. Let's get this. Oxring? Oxring? Incineroar. Fuck you. Ohne Scheiß. Ken! Yeah! Let's fucking go! Yes! Turns out the Let's go! Oh, that's a freaking Aerial Medium! Sick! Oh my god, the target combo! Oof! Dega! Dega! Ah, man! Das ist geil. Alter, der Backdash! Der hat richtig... Junge! Oh, Dante! Das ist der Dante, B.A. Lavi, ich folge, ich hab's gesagt! Wenn Incineroar kommt, dann boxe ich mit Ken, Alter! Oh! Alter! Dude, chill! Ich komm noch Incineroar. Wenn Incineroar kommt, dann boxe ich mit Ken im Boxring! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Scheiß, wer ist das? What the fuck? Das ist... Incineroar! Der Grinch League ist fake! Oh mein Gott! Flora! Scheiße! So, you want to fight fire with fire, huh? Oh, ich wusste es, Junge, wenn kommt an den Boxring, ey. Geiler fucking shit. Oh! Digga, was? Digga, der sieht gut aus. Der sieht richtig sick aus. Oh! Alter! Digga! Oh, Junge, der hat diesen von Alex, den Dive da. Incineroar, was? Der Grinch League ist fake. Wir sind direkt im ersten Trailer. Digga! 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 Oh mein Gott! Shit! Wie geil, Villager! So. Oh fuck! Villager, Alter! Ken, Junge. Ja, Grinch League ist fake. Ken war ja in der Mitte. Shit. Der war ja hinter Pit. Ja. Oh shit, es kann sein, dass er alle nicht bekommt. Oh mein Gott. Der Grinch League ist fake. Ken kämpft nicht. Ryu のライバル、ストリートファイターシリーズの Ken がダッシュファイターとして参戦です。Oh, sieht der cool aus. 原作ではもともと Ryu のダッシュファイターのような位置づけでした。Ja, ist halt Papa Echo. 元祖ダッシュファイターはルイージかもしれませんね。それはさておき。剣はその後、竜に対して様々な違いがつけられていったのですが、スーパーストリートファイター 2X あたりをベースに制作しています。おー、マジで、スリートファイター Turbo 剣。強小竜剣は燃えます。Ich wusste es! ゴーク、スリートファイター Damage! 波動剣の形が違います。竜巻旋風脚は連続ヒットします。シャイスマン。地獄グルマ。セービングアタック。オークスペン。コマンドによるキックの変化など、剣らしいアクションが満載です。わずかに移動速度が速いなど、近年の性能差もフォローしています。最後の切り札は、竜と同じく2種類。一つは、縦に押し上げる新竜剣。バーサスシリーズのように派手にしています。相手に近いところで放つと、疾風陣雷脚になります。そして最後のニューカマー、ガオガエンです。ポケモンですが、プロレス技を主体にします。もちろん投げ技がちょっと強め。根っからのレスラーなのか、攻撃がヒットすると観客にアピールします。ただ、いつでもキャンセルできるので、隙が増えて不利になるわけではありません。
通常必殺技は DD ラリアット。Oh, wow, Dark Lariat. 原作でも得意技としていました。赤きサイクロンですかね。Is this a normal special? Because Kirby auch machen. 上必殺技はクロスチョップ。上昇してから一気に飛び込みます。攻撃性能は高いけど操作をミスすると自滅しやすいので注意しましょう。横必殺技はダッシュして相手を掴むとロープに飛びます。跳ね返ってきた相手に対してタイミングよくボタンを押しましょう。早いとショルダースルー、遅いと失敗、ちょうど良いとラリアットが炸裂します。下必殺技はリベンジになっています。相手の攻撃を受けると体が燃え、次の一撃を強力にして復讐します。ちょっと変わったカウンター技ですね。最後の切り札はハイパーダーククラッシャーカイ。原作における Z 技を派手にスピーディーにしてみました。実装されるファイターはこれで全てです。これは最初のファイターセレクト画面です。少ないですが、これでも初代64版と同じファイター数です。そしてこれが全員揃うと、こうなります。どこに何がいるのかわからなくなりそうですが、必ず番号順、つまりシリーズ参戦順に並びます。総勢74人の大乱闘をお楽しみください。スマブラに新たに参戦するファイターは全てアミーボ化する予定です。発売タイミングはまちまちですが、気長にお待ちください。まず本作では過去シリーズにあったフィギュアを廃止しました。あれ作るのは本当に大変でしたし、しかしスマブラはせっかくの大クロスオーバー企画なので、ファイター以外のさまざまな世界のキャラクターを楽しめるものを作りたいと思いました。そこで一つ考えたものがあります。それがスピリッツです。単体ではスピリットと言います。噛み砕いて説明しますと、ファイターがいろんなキャラクターから力を借り、パワーアップして戦うことができる代理戦です。スマブラシリーズは、ファイターたちはフィギュアという設定で、イメージ内で現実世界への帰還を目指すことが一つのテーマになっていました。イメージだからこそ、ありえない組み合わせが楽しめるわけです。その不思議な世界で最悪の事件が起こり、全てのキャラクターが体を失います。ファイター以外のあらゆるものが死念体と化し、帰還できなくなってしまいます。これがスピリット。ファイターはスピリットの力を借りて戦うことになります。そしてスピリットは山ほどの種類がいます。スピリットには強さのランクがあります。一般的なのがノービス、ちょっと強いのがホープ、格別の強さを持つのがエース、桁外れなのがレジェンドです。レジェンドです。アタッカーと呼ばれるスピリットをファイターに1体つけることができます。するとアタッカーの強さがそのままファイターに上乗せされます。場合によってはものすごく強くなります。アタッカーにスロットがあれば、サポーターといわれる支援スピリットをつけることができます。アタッカーは身体能力を司りますが、サポーターは主にスキルをつけることができます。アタッカーとサポーターをセットにしてパワーアップ完了です。
ガイス。スピリッツを得るためには敵対スピリッツと戦う必要があります。スピリッツボードに様々なキャラクターが並んでいますので戦いたい相手を選べます。するとなんとなくそのスピリットの特性や性格を持った相手ファイターと戦えます。例えばジュゲム&トゲゾーの場合、小さく赤いクッパを連れたイギーと戦います。クッパクラウンに乗っているのがそれらしいですね。いくつかのバトル例をご紹介します。Wir wissen jetzt, wie der Mord aufgebaut ist, aber was bekommst du dadurch? Locker die Spirits und noch die Fighter. Kann ich mir jetzt nicht sehen. Victory! 勝利したら、スピリットを守る敵対ボディを吹っ飛ばすことで、スピリットを得ることができます。Okay, ach so, und dann kriegst du den Death Circle. 仮にガードサークルに遮られても、シールド破壊が引き継がれますので、次に会うときに有利です。Uh-huh.スピリッツには属性に対する相性があります。攻撃は投げに強く、投げは防御に強く、防御は攻撃に強い。相手によく効く属性を選ぶのがとても大事です。毒の床や眠り床などトラップがあったらサポーターで対策を。対戦前にヒントが出ていますから、よく読んで攻略の手がかりにしましょう。スピリットを味方につけるといろいろなことができます。まずアタッカーのスピリットは育てることができます。一緒に戦ってもおやつをあげても強くなります。最大まで強化したらさらにその先の姿があるスピリットもいます。スピリットを現実世界に返すこともできます。お別れになりますが、その後台座が残り、その台座を組み合わせ新たなスピリットを呼び出すこともできます。スピリットは道場や訓練場で鍛えたり、探索場で冒険に出してお宝を得ることもできます。ありえないメンバーが並んでますね。こういったところも夢の共演でしょうか。訓練場や探索場はゲームを進めていても電源を切っていても働き続け成果を得られます。預けたらほったらかしにしましょう。いろんなマスターたちもスピリットでゲットすることで施設が開放されます。アミーボに力を貸すこともできます。Aha, guck mal, du kannst Amiibo sogar aufleveln. Krass.
お別れになれますが、重ねてパワーアップできます。Oh my god, Infinite is in spirit! Those forces. そう。さまざまなゲームキャラが集まるコレクションとしても豪華です。何種類いるのでしょうね。スピリッツとの戦いではチャージ切り札が自動でオンになります。ゲージの上昇速度に影響するスピリッツも存在します。おわお、それはファンスマッシュ。すごい。一言で言えばスピリッツとは古今東西さまざまなゲームキャラクターとの疑似対戦を楽しめる仕組みです。ありえない組み合わせのいろんなシチュエーションのバトルをお楽しみください。なお、スピリッツには敵にも味方にもセットの強さが表示されています。強いセットがあれば弱いスピリッツを倒すことは簡単になりますが、強さの差が大きいと報酬が減るのでほどほどに釣り合いを取るのがお得です。セット画面で Y ボタンを押すと属性が勝っているアタッカーから見繕っておすすめしてくれます。仕掛けがある場合、対策になるサポーターを進めてくれます。これは覚えておいてほしい操作です。そしてスピリッツをつけた対人対戦も楽しめます。属性の相性があるので互いに選抜して出し合ったり2オン2で楽しむのがおすすめです。仲間で集まってプレイするローカル通信もインターネットを介するオンライン対戦も対応しています。そばにいる人のスイッチにつなぐ場合 ZR を押してパレットから選んでください。ネットを介するオンラインモードではエンジョイ部屋、ガチ部屋などの区別がありません。その代わり3つの要素でマッチングがなされます。誰かと遊ぶときは優先ルールというものを設定します。優先ルールとは自分の好みの遊び方を大雑把に入力しておくものです。対戦者のいずれかのルールが抽選されそのルールで遊びます。あえて優先ルールを設定せず完全に相手任せにすることもできます。マッチングにおいてもなるべく近いルールで待ち受けている人を探します。世界戦闘力をオンライン対戦に導入します。これは対戦人口からなす逆引きランキングのようなものです。例えば世界戦闘力が10万ならその人の腕前の目処は10万人よりも上ということになります。遊ぶ人口が増えたり追い抜きがあることで数値は変動します。歯応えがある対戦を望むならどんどん世界戦闘力を上げればおのずと真剣勝負になっていくことでしょう。なお世界戦闘力はファイターごとにつきます。使っていないファイターには最も世界戦闘力が高いファイターをもとに仮の値が入ります。わざと負けるようなプレーには通信遮断などの強制ペナルティーが入ります。やめましょう。同期型通信なので通信が安定しないと成立できません。よって何よりもお互いの距離が近い人を優先します。優先ルールも含め必ずしも希望と合致するとは限らないことをご了承ください。また通信環境の安定にご協力をお願いします。有線 LAN ケーブルを使うのが安心です。その他にも通信対戦におけるいろんな要素を用意しました。世界戦闘力が全体の中の特に上位になるとビッグマッチになります。ここに入れればスマブラがうまいと胸を張れます。発売後ゲームバランス調整を行うかもしれませんが調整班はこの VIP マッチにおける戦績を参考にしていく予定です。 Genau, danke, Sakurai. オンラインでプレイする人は必ず対戦者タグを作ります。相手を撃墜して勝つと相手の対戦者タグをもらえます。ただ負けるとなくなるわけではなくもらえて増える一方です。対戦者タグを集めていきましょう。ショートメッセージを選び対戦前対戦後に十字ボタンで送ることができます。
自由な文字列ではなく選択制です。使うファイターなどを設定しておけばゲーム中の何かを進めながら対戦待ちすることができます。プレイできるモードには限りがありますが、モードを行ったり来たりしていても裏でマッチングを行い続けます。誰かの対戦を観戦できる大観戦は今回も健在です。対戦の参考になることと思います。1台の任天堂スイッチからタッグを組んで参加できます。この場合、相手もタッグになります。特にフレンドと遊ぶ時などに向いていますが、部屋を作れるようにしました。ルールを設定して中に入れば知り合い同士で対戦できます。Richtige so wirklich mit Spectator und sowas. Spectator mit waiting area. Genial, Alter. Medal を置く位置で決まります。That's そして専用部屋ではこれが役に立ちます。任天堂スイッチオンラインのアプリを介して専用部屋ではボイスチャットを楽しめます。人によっては手放せないツールになることでしょう。ところでスマブラ専用サービスも開発中です。スマプラスと言います。対戦戦績などカウントよりも投稿された映像を楽しむことを優先しています。サービス開始したら毎日の更新あるいは投稿を楽しめるようにする予定です。ここで少し話題を変えましてファイターを支援してくれるアシストフィギュアのご紹介です。どのキャラクターがどの作品に出ているものでしょう。Juri? Ah nee, das ist die von diesem, diesem Japano-Horror-Game mit der Kamera. So cool aus! Tut mir leid, Bro. Oh nein! Tut mir leid. Know your place! Komm schon! Wow, okay. Boah, mein Herz ist gerade noch gegangen. Ja, der kann von mir aus ist jetzt offen bleiben. Ist okay. Alter Lachs, fuck. Digga, der hat Samus so stark zerstört, dass er erstmal die Internetverbindung damit hinterherkommen muss. Oh wow. So als Endboss aus Mega Man 2. Mega Man, das ist Mega Man 7 heute, ich hab's nicht. Also noch 2 auf. Alter! Digga! Die sieht cool aus! Alter! Ist das Bob Ross? Das ist das Picasso-Game. Ist das Bob Ross? Der mit dem Meme, dieser so. Typ mit dem Bart. Ah, der Kevin. Geil! Als Assist-Trophy. Oh mein Gott, ich hasse diese Pose. Ah, du bist ein Spaß, Junge! Du bist ein Spaß! Ich hasse dich! That was nothing. Ich hasse dich! Oh boy, Junge. Alter. Ich muss da halt. Jetzt kommt der Hachi. Jetzt kommt der Hachi als Assist-Trophy. Oh wow. Der Hachi. アシストフィギュアの総数はなんと59。ついにポケモンの実装数を超えました。なお撃墜できるアシストフィギュアは撃墜寸前になると呼び出したファイターでも撃墜できるようになるので出し損になることはありません。
Okay, but... その他、いろんなモードもご紹介していきます。操作やモードに迷ったら、とにかく ZR ボタンでパレットを開いて、ここを選んでください。さまざまな手厚いガイドを見ることができます。Oh man, Isaac is an assist for... Sorry, bro. 100人組手が今回も実装されています。どんどん吹っ飛ばして遊ぶとすっきりしますね。いろんな戦場で遊ぶことができます。ということは、音楽も自由に選べます。オールスター組手は今までは全員出現してからやっと遊べるようになりましたが、今回は最初から遊ぶことができます。その時点で使えるファイターがエンドレスで出現します。対戦のリプレイデータを残しておくことができます。今回は動画に変換することができます。ロード中に見られるちょっとしたトピック、暇知識を閲覧できるモードがあります。カテゴリーごとファイターごとに読むことも可能になりました。実績ご褒美クリアゲッターがあります。今回はページごとにカテゴリーを分け、コミック風味の小回りにしています。ボタンを押すと絵が楽しめるので、こちらもどうぞ。さまざまな激闘の奇跡を残す戦いの記録があります。なんと5項目。対戦の記録はオフラインとオンラインで個別に見られます。対戦者タグは売って小銭にすることもできます。曲、スピリッツ、そしてスピリッツモードで使うアイテムを買うことができます。曲の入手はクリアゲッターよりも好きなものを買えるショップを優先しようと思います。オプションは ZR ボタンのパレットからいつでも入ることができます。今回一つのソフトで世界11言語に対応しています。人によってはかなり大きい要素だと思います。例えばポケモンの声も各国で違いがあります。各国のファイター名も様々です。ブルフォーナー、ドルフォーナー、ドルフォーナー、なんて大変なんだろう。でもリクエストも多かった要素です。明るさやサウンドの設定はテレビモード、携帯モードで個別に行えます。自動切り替えしますので、該当する環境で試してみてください。今回相手の位置を示すレーダーがついているのですが、この大きさなどを変えられます。また通信対戦時に限りますが、チームメイトを半透明にし、紛らわしくないようにできます。仲間内と1台で直接対戦しているときに限りますが、何らかのファイターの強弱を変えることができます。誰か強すぎる人がいて太刀打ちできないという場合にのみ打ち合わせの上で、強弱がついている場合、それを示すマークがついています。もちろん通信対戦では適用されません。ミーファイターのカスタマイズ、着せ替えができます。声の設定ができるほか、さまざまな服装があります。ミーファイターの話が出たので、今回実装しているコスチュームを一部ご紹介します。待って待って待って、ナイス。おリビングガール、おリビング。Wenn die Augen nicht so gut sind. Aber wenn ich Mii Brawler spiele, dann zeig ich auf jeden Fall Ribbon Girl. Ja. Oha! Das ist Custom Robot.
Nintendo. Ach du Scheiße. それはさておき、お伝えすべきことがあります。先ごろ、製品版のすべてのファイターを紹介したと言いましたが、ダウンロードコンテンツ制作決定です。Mein Gott, ich liebe dich, Sakurai! すでにグラム登録の限界を超えたファイター数を実装しました。しかしそれでも、スマブラにおいて新しいファイターが増える機会を残すことは、大きな意味を持ちます。全員登場しているということは、過去に登場したファイターは一人もいませんから、全て一からの制作になります。またダッシュファイターなどでもありません。一人のファイターと一つのステージ、複数の音楽がセットになっての開発販売です。価格は税別で1セット602円を予定しています。また同時にファイターパスを用意することになりました。これはいわゆるシーズンパスで、これから販売される5ファイター、5ステージ、それぞれの音楽のセットになります。ファイターパスのようなものを作るのであれば、本来はその内容を分かった上で売買がなされるのが理想ですが、内容を明かさないままで発売になることをお許しください。くれぐれも納得した方だけご購入いただければと思います。価格は5つセットで税別2500円予定です。ただ制作が決まったからには相当に力を入れ、器用に作っていくつもりです。私はいつ休めるんでしょうね。ところでファイターパスの特典を一つ用意しました。ゼノブレード2よりネックスの剣術タイプ用コスチュームです。企画開始時に賛成ファイターを全員決めるため、その後に発表されたゼノブレード2などのファイターは作れませんでしたが、レックス気分は楽しめることと思います。なお音楽は少し実装しています。ラム平原で楽しめます。スピリットとしても登場します。DLC は今は何も作っていませんし、リリース時期も未定ですが、製品の完成からなるべく早く着手していきます。全部出すのに1年ぐらいはかかってしまうかもしれません。がそれらとは別に、早期購入特典としておまけで今作っているものがあります。スマブラスペシャルを買えば今なら必ずもらえるものです。まだ未完成なのですが、特別にお見せしたいと思います。Das sieht so nach Super Mario RPG irgendwie aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so Musik so und Mario ist so langsam. Was passiert hier? Piranha-Pflanze? Hä? Piranha-Pflanze? Was bist du denn jetzt für einer? Piranha-Pflanze als Scheiße? Also damit hat echt niemand gerechnet. Damit hat niemand gerechnet. Ach, die hat einen Spike. Geil, Alter. Hey, die Fresse. Digga. Hä? Pre-Order-Bonus. Piranha-Pflanze. あのパックンフラワーがスマブラに参戦です。アシストフィギュアではありません。なんとハイターです。ピラニアプランツーバージーノどこを履いたり、シューリンガンを引いたり、ロングレンジ攻撃をするなど悪が強いアクションを行います。最後の切り札はボスパック。森に捕まるとえらいことになります。これはスマブラスペシャルの発売より遅れて完成する見込みです。ある程度リードして作っていますが、配信までにおそらく 1,2 ヶ月ほどいただくことになりそうです。お待ちいただければと思います。パックンフラワーは早期購入特典となります。
パッケージ版は My Nintendo へのゴールドポイント登録をするだけで OK です。ご予約はお早めに。なんとアミーボも用意しています。丸々としたいいフォルムですね。Wie geil! Wie geil! Pflanze von Smash! Der größte Troll von Rex, Alter! Überrex! あらかじめダウンロードが開始されます。忘れないうちに e ショップにてご予約ください。この放送をご覧の欧州の皆様にお知らせがあります。欧州地域ではこれから様々な体験会が行われます。それぞれ全ファイター74体を使用できる予定ですのでお見逃しなく。詳しくは公式ウェブサイトでどうぞ。以上をもちまして大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル発売前の最終ダイレクトを終了したいと思いますが、最後に、ワイディフレッセ、ヨング、マイネフレッセ。決して悪空の使者のようにストーリーを語るようなモードがあるわけではないことを先にお伝えしておきます。すべてのキャラクターが実体を失いスピリッツと化してしまった事件とは何か、そのきっかけをご紹介してお開きにしたいと思います。それでは発売をお楽しみに。Oh man, Sakurai. Irgendwie zernährt sie mich. Oh mein Gott. Don't let a single one get away. Digga, mein Gott. We'll each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. We'll win this. I know we will. Fuck you, Alter. Boah, wenn Mario wirklich spricht. If ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott, was bist du? Lucario, Junge! Don't be des Todes! Oh, Scheiße! Jawohl! Süß auf der Scheiße! Ja, Paul und oh mein Gott! Sick! Alter! Junge, Sakurai tötet doch mal alle am Ende! Ihr endet einfach alle! Was ist schon? 100% alle 8 Standard-Charaktere bleiben. Und deswegen haben wir die Rose gegeben. Go Kirby! Oha, Junge, Lichtgeschwindigkeit? Wo ist der hin? Ach du Scheiße. Sakurai, was hast du denn das getan, ey? Sakurai zerstört das Universum! Also schalten wir sicher über Spirit die Charts frei. Und die 8 Base-Charaktere sind da und deswegen... Das Kirby. Ich freue mich, wie Mario das macht. Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a path still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Search your soul and reawaken the undying light. Haben mit Kirby überlebt. On that day, ja, Kirby hat nur überlebt. Our world came to an end. In our eyes did a fading sunrise in the dark. Glimmering shadows, silent. Ja, und das wird jetzt ein Ding jetzt. Ja, Mann, mit Kirby hat überlebt. Oh mein Gott, ich bin mein Gott, wir haben eine richtige Mario-Party. Change, they fan the flame, scattering ashes to the wind.
Oh mein Gott, ich liebe. Ich werde. Oh mein Gott. Digga, Spirits Mode sieht so clean aus, Alter. Digga, hast du zum Map-Größe gesehen? Oh mein Gott, du hast richtig geskillt! Was ist dieses Game? In der irrenden Licht. Alter! Scheiße! Oh, Alter! Ich weine.